가 주니세츠데스. 그가 나를 데리고 성전 문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 지대 카레와 아타시오 기타노 문카라 지레다시 소토 마라와세 히가시 무키니 소토 노 문니 이카세타 미르토 미자 미그 그 미기카 사람이 카라 성전의 나가레떼 주를 데떼 있다. 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내게 그물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 카레가 사라니 1000 큐비토 하카리 와타시니 소노 미조 와타라세르토 미자 히자니 타시타 카레가 사라니 1000 큐비토 하카리 와타시오 와타라세르토 미조와 다시 코시니 천척을 타시타. 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 彼は私に人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심히 많더라. 彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの海は良くなる。이 강물이 흐르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많으리니 이 물이 흘러 들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각 처에 모든 것이 살 것이며 漁師たちはそのほとりに住み着き、エンデギリエからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚ように種類も数も非常に多く그なる。징벌과 갯벌은 살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 川강のほと좌우 り、そ바에는 の각 両岸に종류의 はあら가시가 ゆる자라서 果그의 汁が길이 成길지 長し、そ아니하며 の間を枯れ열매가 ず、끊이지 実も않나니 絶えることはなく、날마다 새 毎月열매를 맺으니 新しい実をつける。그そ물이 の水성전을 が成통하여 長から流れ出넘어와 してい그るからであ열매를 る。먹을 その만한 実は食그 物となり、13년 その약속의 葉は땅이 薬とな되었다. る。아멘. 축복을 선언하겠습니다. 평안하십시오. 당신은 세계 살릴 선교사입니다. 그 황무한 땅을 기업으로 상속하십시다. 할렐루야. 오늘 또 보좌에 앉으신 今日も우리 하나님과 어린 양 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 구원과 생명과 축복과 응답을 救いと최고로 祝福と누리는 答えを最高기도한 に예배가 味わ될う주의 이름으로 축원합니다. 貴重な礼拝となこのるよう황무한 땅에 祝福します。살아가면서 많이 낙심된 일들을 당할 수 있고 또 절망스러운 문제와 사건 落胆す앞에 ることや설수 있고 絶또 望の어려운 状況に상황은 매일같이 우리에게 찾아올 수 있습니다. 私にあるか우리가 もしれ1년 ま한せ동안 ん。살면서 ま도대체 내た、삶이 왜 この1週이럴까 間生하는きているう질문을 ちに、가지고 私살아왔던 にな그런ぜ분들이 こん계시지 な出来事않겠습니까? があるのか、오늘 그에 대한 모든 疑問に思っている方문제가 も무엇이고 いらっしゃると思거기에い대한ます。답이 무엇인가를 붙잡고 その問나아가는 題に対す그런 る答축복의 え선교가 を되기를 주의 이름으로 握って、축원합니다. 오늘 에스겔 今週47장은 も生우리きて모두가 잘いく아시는 よう말씀입니다. 祝福します。오늘 본문에 보시면은 今日本文は、성전 문 지방에서부터 물이 神殿の入り口흘러나오는데 に流れ그てき물이 た水が、시내를 이루고 큰 水が강물을 川となり、またた말씀하고 있습니다. 大き그리고 な그 川강と물이 なりまし흘러가는 た。곳마다 죽었던 そ것들이 の川は다시 살아나고요. 流れていくところ、どこ모든 でも、것이 다 死んでいたこ회복되어지고 とは、また、거듭승케 再び生되어지고 き返って、심지어 すべてが回復죽음され、바다 さらに、사해 바다라 할수 있죠. 死んでい죽음 る海、바다까지 要する다시 に死海まで、살아난다는 귀중한 말씀을 오늘 본문에 사고 있는 것입니다. 生き返る、여러분 という、성경을 보실 때 御言성경 葉구약에です。보시면은 물이라고 나옵니다. 그런데 聖書の中で이は、水물이라는 と、부분들의 語っ의미는 ていま무엇이냐 すが、そ하면の水っていう意味は、하나님의 은혜 神の하나님의 恵말씀을 み、神の상징하는 것을 일컬어서 御言葉を象徴물이라고 とす표현을 る하고 있는 것입니다. ことで것입니다. 水と言いまいす。물은 하나님의 その말씀이요 水は
神の御言葉であり、その御言葉は福音である。また、その福音を確信はキリストであります。特別に今日の本文でキリストによって救われる魂のことを、その救われることをこの水で表現しています。その祝福を今日の本文で語っています。その命の水を受ける際に、私たちの霊的状態が毎日回復され、その霊的状態が현실의세계도나타나게되죠그런데생명수의응답들을날마다その命の水を受ける時ごとに最高の回復が行われます。오늘우리에게이생명수의응답을받으면은이생명수의응답을받으면은어떻게해야되느냐두가지로이노치오생각하자면먼저첫번째비죠受けるためにはまず一つ目はこの時代を見る目が必要であります。시대를보는눈은다른것으로時代を見る目は他のではなくキリストと神の国の観点から見なければなりません。今全世界では世界の流れを霊的な目でしっかり見なければなりません。今日本文以前エズキエル37章でも捕虜とされているイスラエル民に対して回復すると伝えました。神から選ばれたイスラエル民が捕虜に捕まえました。なのでイスラエルの民の心の中には神に対する不信仰がありました。また旧約時代に年一度年一度聖女で祭司長が入ります。誰も入ることはできません。区別されたところです。しかし今バビロンはその聖城にバビロン軍隊が全部入り込んで、その聖女のことを全部崩してしまいました。その中イスラエル民の心の中にそういう不信仰の心がありました。それはともかく神様はそれをまた再び回復さると語りました。それがエゼキエル37章であります。その当時預言者エゼキエルを通して幻を見させてくださいました。その
その時に干上がった骨だけ残って散らかっていました。命の水を受けるために、今私と私の霊的状態がこのようにどれだけなっているのか見なければなりません。今この世はイスラエル民が干上がった骨のように、生活には問題ありませんけれども、その霊的な状態は干上がった骨のように、ある意味そういう状態になっています。その状況をキリストの目で見なければなりません。キリストというメガネをかけて、契約を基準を持って正しく見なければなりません。この世はサタンに握られ、また大勢の人が偶像や宗教の中で人たちの価値観が暗闇の状態に陥っています。まさに創世記一章二節以前の姿であります。なので大勢の人が苦痛の中でさまよい、対策もなく未来もなく望みもなく、若い人たちほど多くの価値観が崩れてしまっています。今の若者はどう思っているのかどうか思っているのかは分かりませんけれども、今若者の考え方は完全に崩れている状態であります。それほど霊的な状態が苦しい状況の中にいるということになります。また科学の発達され、文明も発達され、最先の時代に生きているのにもかかわらず、また教会も立派な神学者で、また立派な宣教師、牧師、立派なキリストの教会、キリスト教人たちもいるのにもかかわらず、今の韓国の教会はどんな状況になっているのでしょうか。教団총회들이다이루어졌어요큰대형교단들부터시작해가지고교단총회가다이루어졌는데그교단총회때마다통계가나오는것이その韓国の教会では毎年その教会に通っている数を表す統計が出ます。今回その数が21万の人が減っています。それが今韓国の教会の現実です。また教会も門を閉じています。
재앙의 역사들을 맞이하고 있는 사실들을 今の時代は世界の災いを向かっています。なぜそうなのか、福音だけ抜けています。すべてのことが発展されているのにもかかわらず、福音だけが抜けています。この時代を見て、キリストのが必要される理由を悟らなければなりません。また、私たちの生活の理由を悟らなければなりません。それでこそ、正しい信者で生きるということになります。私一人だけうまく生活していくのではなく、福音だけが答えであり、キリストが唯一な答えであるということを私たちの人生の目標としなければなりません。イエスだけが道であり、キリストだけが道であることを、それに対して結論を出さなければなりません。第2テモテの出ているように今の、キリスト人の姿と同じように語っています。創世記3章では、サタンの欺き、また創世記6章はネフィリムの時代、また創世記11章は人間の傲慢や傲慢が出て、またニューエイジやバベルト師匠が出ており、今現場に影響を与えています。その流れの中で成功するんだとしても、それが成功なのか、またその中で真面目に生きているんだとしても、その霊的な問題を解決することはできません。なのでこの現場を正しく見なければなりません。ある意味、大勢の人がマスコミに報道されているのが、このように流れているダミなどをダミなので騙され、それによって影響され揺れています。間違っている情報や、その間違えた知識などの、その要するにダミに揺れています。これを正しく見る霊的な目が開かなければなりません。それでこそ神の願いが何か分かります。この地に対する神の願いが何なのか、またそのためにどうして祈るべきなのか分かります。そのエスケエリにこの骨を見せて、この骨が生きることができるのか、神の短足と願いが言葉にこもっていました。それで神主よ、あなたがご存知です。そして命じられた通り予言すると、それが
生き返り、多くの集団となったと、エゼキエル37章中節に書いてあります。霊的な目が開くほど、正しいのは何なのか分かるようになります。最も重要なのは、この地で必要とされるのが何なのかを知り、この世のために備えて生きなければなりません。唯一である神から与えられた福音を正しく見る目が必要であります。二つ目です。命の御情をいただくためには、私への神の計画は何なのかを見なければなりません。それ현장의영적인상태복음과그리스도관점으로현장을福音を観点から見る그리스도밖에없다라는복음밖에없다라는그사실을보는눈을가지고霊的な状態、それを霊眼と言いますが、それが開くほど、私が神の計画を成し遂げるためにための目が開くようになります。今日本文で8節に海を語っています。聖書では海が何を表しているか、海が何を示しているのかというと、この世、現場のことを言っています。海で、海である豊富や、そのことは現場であることを理解していただきたいと思います。神殿の入り口から水が川となり、その海となったと語っています。また全てのことは生き返り、また魚が오늘본문에읽은성경에그기록들이있습니다그러면서강좌우편에식물과이끼마다오크노사카나가나무들이열매를맺는이런부분이때료시타치와스미츠키하지메마시타문지방에서나오는생수로말미암아신전의이리코치가라떼떼이르미즈가라성전물떼떼이르흘러나오는생수로これが大事、重要であります。その水から出て、その水によって全てのことが回復されました。その水は、講壇から、講壇から出るメッセージであります。물을측량하라내게물을측량하라다시말하면은이말씀이나를통해서교회본분들미즈오그때에하카르という것과하카르때니すべての것과회복그렇게되어지니까소망없던모든문제들するとと미래도없고대안도없고대책도없던그현장들이나를통해서이생수의강이흘러가니까현장의미즈によって現場が回復されました。最も重要なのは講壇が
重要です。강단에서선포되어주는메시지가講談のメッセージが重要であります。우리장로님들오늘우리김진애장로님도기도하셨습니다만은늘강단을위해서기도하고강단의메시지를위해서기도하고또주의종을위해서기도합니다마이도장로성たちは주의종을기약에게라그런말을祈る時に講談のためにも祈ってくださいます。その講談のメッセージによってそのメッセージを受ける人が生きるのでなのでその講談メッセージが重要であります。この世の教訓ではなく知識ではなく水であるキリストの御言葉が伝えなければなりません。요한일서2장16절에보면은안목의정욕과요한의대감이이생의자랑요한의대감이다이지니쇼주록시츠니미루도세상으로부터온것이다코누연이아르모나경우강단을통해서이생의자랑들안목의정욕니꾼의욕구매너욕구세상으로부터온것인데스베테노코토와코노욕가라데테이르코토데스그러니까교회는나노데교과에와잃어갈수밖에없는것이죠마스마스레테키나치카나오우시나와레마타히토모헤테이크시카아리마센소노키리스토데아루福音を福音のために祈らなければなりません。その命の水である御言葉が回復されるように祈らなければなりません。教会が福音を持って他のことを行ってはいけません。たとえそれがいいこととしても神様から神様からすると正しいことではありません。そのキリストだけがキリストだけ伝えなければなりません。それでこそ人が生きていくことができます。また教会の答えも重要であります。講談を信頼するも重要であります。講談メッセージを信頼しなければ神の御言葉が聞き取れません。その神の御言葉は神の御言葉を単なるメッセージではなく神の声として聞かなければなりません。教本部の9節です。この川が流れていくところはどこでもそこに群がるあらゆる食物は生き非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとその水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。강단을통해서하나님의말씀이전달될때에하나님의음성으로들려지는예배에성공하면은礼拝成功してから全てのことが生きる御働きが行います。この祝福が皆さんにあるよう祝福します。오늘본문에한가지더살펴봐야될것은요에스겔47장에また今日本文に出ている幻はイエス様がいらっしゃるこう100年前に見させてくださったことです。その
마보르시가 조주 사레르 도코로가 목시로크노 22쇼 1세트 2세트 데스. 성경 한번 보세요. 계시록 22장 1절 2절. 같이 한 음성을 한번 읽어보십시다. 또 그가 수정같이 맑은 맞다. 私に 수쇼의 ように 光る 命の 水の 川を 見せた. それは 神と 子羊と 御座から出て 都の 大通りに 宙を 流れていた. 川の 両岸には 命の 木があって 12種類の 実が なり 毎月 実ができた. また その 木の 葉は 諸国の 民を 癒した. エゼキエル 47章 では 神殿の 入り口 から 出ていた 水と 表現 されています が 黙示録 22章 では 木に 木 から 実る 미다도 약재로가 되리라 했습니다. 만국을 치료하는 약재로가 된다는 같은 말이에요. 자, 500년, 600년 전에 예수님 오시기 전에 에스겔 선지자를 통해서 환상을 통해 예언했는데 그 말씀이 마지막에 성취되었습니다. 22쇼 2세트니 쇼코코노 타민오 이하시다 것과 쿄노 헌분노 12세트니 어떻게 붙잡혀져야 되느냐. その 歯は薬となるということと同じです。今日を勝利するよ御言葉を下さいました。ヨハン福音書4章14節です。 그 수가성 여인에게 말씀을 주신 부분들이죠. 14절 한번 읽어보십시다. しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。 永遠の命の水だと言っています。またヨハネ福音書7章38節です。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が 流れ出るようになる。礼拝を成功することによって、その恵みを受ければ受けるほど、その命の水が出て、行くところも、どこでも死んだものが生き返るということになります。その人が、 가 회복されます. 나노데 신세모 사유센 するべき 것도가 레하이 세고도 예배 성공과 함께 레하이 노 세고도 카미토노 계약노 그러면 내 관계가 매일이 다시 까매나게레바 나리마센. 우리 모든 삶의 현장에 다 살리는 역사로 나타나게 소레데카라 소레드코소 겐바오 우리 자신에게서 이카스 생수의 강이 흘러 넘치고 흘러 넘치 연이 나리마스 우리가 가는 곳마다 생명과 성령과 와타시타치가 이쿠 토코로 토코데모 이노치 토 소조노 미하타라키가 오코나이마스. 교회의 응답과 함께 나노데 성공입니다. 보토모스 最優先することは礼拝の成功です。 私一人がその現場を生かす証人として、私が礼拝の成功して言葉を回復する時、
現場でも全てのことは回復されます。今日本文で水を測る際に、最初は足首に、また膝に達して、また腰に達して、最後には泳げるほどと達しました。よく私たちが言っているのが、足首に達する、膝に達する、腰に達する信仰ということで、そのおのおの霊的な水準を神学者たちはこう語っていました。もし泳げるほどの水が溢れてしまうと、体がそっといるだけで体が水に浮いています。要するに水泳ができる人は水に自分の体を任します。御言葉も同じです。その御言葉に皆さんのすべてのことを任していただきたいと思います。その御言葉が皆さんを支配するように、今日も私は命の水である御言葉を待っていますと。私の生活である、生活の中にある御言葉は現場に入るときに、行くどこごとに人が生かし、現場を生かすことができます。全てのことは回復するのですが、生き返ることができないことがあると言っています。11節に、その沢と沼とはその水が行くならないので、潮のままで残ると言っています。その沢と沼はある意味死んでいる土であります。ある意味私たちの信仰生活が沢と沼のように、肩の方は福音に染めて、また肩の方はこのように染めるように、ラオディゲアの教会に対して冷たいのではなく熱くもないと叱っていました。そのように沢と沼で沼
と示して、その信仰、そういうような信仰生活をしなければなりません。そのような信仰生活をしなければいけません。教本文12節に、その葉も枯れず実も絶えることはなく、新しい実をつけることは神の国のことを示しています。우리 함께 찬양하며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 찬양은 부흥입니다. 이 땅의 황무함을 보소서. 하늘의 하나님, 긍휼을 베푸시는 주여, 정말 우리가 눈을 열어서 세상과 시대를 볼 수 있는 눈이 열려져야 될 것입니다. 기도 제목들 한번 보십시다. 생명수의 응답을 받을 전도 제자의 기도입니다. 같이 한번 읽어보십시다. 나와 세상의 영적 상태와 답을 보는 눈을 열어주옵소서. 말씀 붙잡고 말씀의 흐름 속에 있게 하옵소서. 나의 인생의 최고 우선을